冬のキャンプで便座の暖かさがありがたいなって思いますよね。先日行きましたキャンプ場で、ウォシュレット機能のついてるね便座がありましたので、意気揚々とそこに座り込みまして、まあ汚い話用を足したわけなんでございますが、まあ便座がね冷たかったのはまあ仕方がないのかなと思ったんですけども、さて洗おうかなという時に冷水が局部にすごい圧で当たったので、思わず言ってしまった一言で今日は始めたいと思います。これが本当の拷問かと思いました。どうものりです。どうも、どうしても話の敬語が下に寄りがちなどうものりでございます。それならつけないでほしいなと思いましたね、ウォシュレットの機能ね。あるもんだと思ってるからついついね高望みしちゃった私がいけないんでしょうけども、だったらいらないぞとその装置を取ってくれと思わず言いそうになりましたまあそんな話はまた置いときまして、今日もキャンプに来ております。昨年の秋頃ですね、来たところにまたお邪魔することにいたしました。まあ、できればね今日とかも、昨年末のような感じでですね、ちょっとまあ木とか葉っぱとかを使ってねちょっとシェルターを作って過ごしたいなと思ってたんですがね、ちょっと散策してまして、なかなかねやっぱり素材がないんですよね、綺麗にされてるんで。なので今回はね、まあ悲しいですけども、まあタープ泊ちょっと切り替えていこうかなと思います。まあそんな中でもですね、結構薪はね手に入りそうだったんで、早速ね目ぼしいやつは持ってきたり取ってきたりはしました。まあ、こちら、ね、とても静かで、まあ、誰もいないので、まあ、とっても最近ちょっと気に入ってるところなんですけど、まあ、今日はタープ泊なんでね素材集めとかそんなにしなくていいから、まあ時間がかなり余ると思うんでね、まあゆっくりちょっと薪を多めに作って焚き火早くから楽しもうかなとか思ったりします。ではキャンプしていきます。アンダーシート洗いのですね買いました。まあ、見てもらった感じでて、でなんとなくわかるかなと思うんですけどまあソロ用ですね、ソロ用のテントが伸びる感じ、ただ寝そべって部下寝そべってちょうどいいぐらいですね。こんな感じ、意外とちゃんとしたそのグラウンドシートって持ってなかったんで、軽くていいやつをねちょっと今回自転車キャンプ用に買いました。ちょっとねどれぐらいのサイズ、まあサイズは分かったんですけど使用感がどんな感じかなって思ってたんで、今日はちょっとね使ってみたいと思います。
影がようやく終わりました。今回はまたアップハックなんで、まあ、こんな感じでしました。いやー、リフレクター久しぶりに作ったんですけど、うまくできないですね、だから。いやー、時間が結構かかるし、まっすぐな木をさ、探すのに時間かかりましたね。まあ、薪もね、たくさん作ったんで、これでね、しっかり暖を取れると思います。さあ、今日はね、作ったワイヤーメッシュで、あえてペグを4箇所打ってね、焚き火台をしました。これでね、まあ直火はできないんで、まあ、こういう形で直火風にちょっと楽しんでいきたいなと思います。さて、すっかり夜は更けまして、現在の時間ですね、現在の時刻は6時41分です。いやー、まあ、設営にも時間はかかったんですけどね、なぜこんなに暗くなるまで、ね、火もつけずにいたんだということなんですけども、まあ実はですね、ちょっと忘れ物をまたしましてね、私。いやー、それもやっちゃいましたね。忘れちゃいけないものの中でかなり上位を占めてくるものをすっかり忘れておりました。はい、書き系を全部忘れました。もう一瞬ね、乾電池だけあったんでね、乾電池でなんかつけれる着火方法あったなとかちょっとよぎったんですけど、まあ、コンビニがね近くにあったんで、まあお酒も今飲んでなかったんで、コンビニに行こうと思ってすぐ行きまして、早速買いました。マッチとライター2つも買いましたよ。いやー、もうすっかり忘れてましたね。自転車の中ですね、完全に。自転車のバッグの中に入れたままにしてますね。いや、まあまあね、お酒飲まなかったんで、まあ、その点がね、まあ救いだったなと思います。まあね、早速ね、火をつけていこうと思います。ちょっとマッチで行ってみましょうかね、久しぶりにね。なんか今日はもうカッコつけるつもりはもうさらさらなくて、早く料理をしたいという気持ちの方が強いので、ここ、全然着火のなんかこう焚き火を火を育てる感じとか一切多分こっからは何も全然適当に火をつけていきますので、その辺は叱らず、まあ以前はね、その焚き火着火とかね、あんまりこだわらなければね、私がよくやってたのはレシートとかをね使って、レシートとかねつけてましたけど、まあそれはどうなんだって感じですけど、とちょっとですね、雨がね結構降ってたんで結構湿ってるんですよね。でちょっとありがたいことにね、ちょっとこのね、お墓参りとかに使うまあ松明ですね、まあちょっと杉と松のちょっと油分の多いやつですね、焚き付けにちょうど良かったんで、これちょっと使おうと思います。ちょっとね、急いでもう火つけて早くお酒飲みたいんでね、もう飲んでなきゃやってられないですよね、もう。本当にもうここ斜面だし、もう今日はちょっと踏んだり蹴ったりだ。さて皆さん、レシートに火をつけますよ。よし、行け。はい、さて今日のメニューなんですけども、今日はですね、オリジナルの鍋を紹介したいなと思います。今日作るのは麻婆鍋です。まずお鍋にこのごま油を入れます。そしてニンニク、生姜ですね、これをみじん切りにしていきます。キャンプ
風料理なんでね、みじん切りも粗みじんで結構大雑把でいいと思います。しかし暗くなってからキャンプ場に戻るのって結構怖いですね。暗くて本当真っ暗な道が多いんでね、ちょっとおっかなびっくりでイノシシとか引かなきゃいいけどなと思いながら来ました。初めてですね、僕キャンプ場で忘れ物とか、まあなんか買い出しでも一回キャンプ場から出るっていうの、もうなんか着いたらもう動きたくないというか、その場からそんなにキャンプ場から出たくないので、まあ何か忘れてなんかあれ欲しいなと思っても、まあ適当に諦めるというか、そんな感じで過ごしてたんですけど、まあ今日の忘れ物はねちょっともう致命的だったんで、もう迷わずに早く行こうって、コンビニに行こうって思いましたね、本当に。まあでも良かったですね、車で来てたのもそうだし、お酒もね飲んでなかったんで、まだ助かりましたね。こんな感じでみじん切りができたんでね、ちょっと軽く炒めますかね。いい香りって言いたかったんだけど、香りがまだ届かない。じゃあね、軽く炒めたところで今度はひき肉をね入れていきます。これはもう何でも、まあ合いびきとかでいいと思うんですけどね。だいたいねひき肉に火が通ったところでですね、この辺で味を整えていこうと思うんですけど、まずお味噌ですね。お味噌を、八丁味噌がいいですね。これはね手作りのお味噌です。ちょっと多めに入れます。これかな。そしてシャンタン、まあ鶏ガラスープとかですね、これを入れます。んで、まあ、お酒ちょっと、まあこの焼酎ですけど、前に飲んだ西の星をちょっと入れます。おっしゃ、これぐらいかな。んでこれをまた火にかけて混ぜていきます。ああ麻婆鍋って言ったんですけど、実はあの豆板醤とかね甜麺醤とか使わないんですよ。八丁味噌で作る、まあ本格派って感じじゃないんですけど、まあ和風な、まあ、麻婆豆腐の味っていうか、そんな感じですね。これで肉味噌を作っていくんですよ。そしたらですね、本当はねここ山椒でもいいんですよ。山椒のね粉あるじゃないですか、よくあのうなぎにかけたりするね、あの山椒の粉でもいいんですけど、今回ちょっとねちょっと好きなんで、このこれを買ってみました。これですね、ホアジャオですね、ホアジョオか。この花山椒はすごい入れるとね かなり本格的なんで、これをねちょっと入れていきます。でこれはかなり多めに、で最後もう一回かけてもいいと思うんですけどね、ちょっと蓋取ってこうバッと入れて、しびれる辛さにします。うん、一気にね本格的な感じの香りになりましたね。これを入れてちょっと火にかけて、でここからですよ、ここからお水を足していきます。まあ、野菜から出るんでね、そんなに入れなくてもいいのかなと思うんですが、どんなもんかな、そんなもんだな。よっしゃ、さて
ー、でここから火にかけますよ。しゃ、火にかけていきましょう。グラグラ来てるんで野菜を入れていきたいと思います。あ、野菜の前にこれを入れようと思ってたの忘れてました。じゃあ餃子ですね、まあ、水餃子のやつがあったらいいかなと。焼き餃子の場合はね、皮が結構薄かったりするんで、結構混ぜちゃったり混ぜたりしてると結構崩れやすいんですよね。なんで水餃子のやつがいいかなと思いますんでね、水餃子があったらそっちを買って入れてみてください。全部入れちゃおう。厚揚げも入れていきます。野菜はね、まあ今回はねこのキムチ鍋セット買ったんですけど、半額のね一つっちゃったまあね、ニラできればね、ネギとニラ、あとキムチ系、それがくらいでいいです。白菜とかなくていいんですよね。ニラは結構大切なんで、ニラは買って取れるところですね。もやしを入れます。もやしはね、できれば豆もやしの方が僕は好きなのでいいかなと思いますね。ちょっとなかったので普通のもやしに買いましたけどね、できれば豆もやしがおすすめです。ちょっとお酒を飲んでいきたいと思います、今日はこれです。じゃん、プレミアムモルツザ・ブラックです。ね、今日もキャンプに乾杯。あー、うまい。やっぱいいですね、黒ビールね、大好きです。いい感じに出来上がってきましたね。よし、食べていきましょうか。ちょっとね、食べていきたいところなんですけども、お酒がなくなったんでもう一本開けたいと思います。今度はこれです。じゃん、アサヒドライブラックビアホール仕立ての黒、いただきます。よっしゃ、いただきます。あいいですね。あっさりしてんだけどコクがあって飲みやすい感じ、美味しいです。さあ、麻婆鍋食べていきましょう。いただきます。うまいこれですよ。これぜひ作ってみてください。うまいんで、これの鍋の料理対決があったらこれを僕は作ると思いますね、絶対ね。うん、うまい。ホワジャオの香りがねすごくいいで、舌がすごいね独特のピリピリっと舌がねピリピリする感じの辛さ、最高ですね。
辛いの好きな人は唐辛子を多めに入れてしっかり炒めて食べたらいいと思いますよ。でね、山椒は山椒でまた美味しいんですよ。香りが良くて、まあ、辛さはそんなにないかもしれないですけど、ちょっとね、山椒よりも辛さが好きな人はホワジャオの方がいいと思います。かなりおすすめです。うまい。ビールが進みますな、これは。今回ですね、また手作りアイテムを持ってきました。今回はね、これを作ってまいりました。じゃん。斧のカバーですね。とりあえずカバーを作りました。まあ、なるべく可愛くなんか作りたいなと思ったんで、まあ、白いこのね、まあ、汚れないようにこのツルツルな加工がしてある革、この革に、まあ、あのこういうふうにね、こういうのこのボタンフックをねつけて着脱するような感じですね。でもちょっとね、ちょっとガバガバになっちゃったんですよね。もうちょっとねピッチリ作らなきゃいけなかったなと思ってちょっと反省してますけどね。まあまあ可愛くはできたんじゃないかなと思ってますんでね、ちょっとまあ気に入ってます。裏こんな感じで、顔のねこの縫製の仕方はね、普通の布と全然違うんですよ。なんでね、ちょっと本を買いまして、いろいろ勉強しながら手でね縫っていきました。でもね、結構楽しいですね。やっぱ革ってこう自分でこうやって磨いたりして育てていく過程がね、また楽しいじゃないですか。その辺がねいいなと思ってね、ちょっとこれからね、どんどんこうこの辺が艶っぽくなってきていい感じになってくんだなと思うとね、ちょっと嬉しいですね。今後は楽しみです。現在11時21分です。私にしてはかなり夜更かししてます。ではね、もう少し私は焚き火タイムを楽しみたいなと思いますので、ではまた明日の朝ガラガラ声でお会いしましょう。おやすみなさい。7時45分です。よし、そしたら火を起こしていきたいと思います。今日の朝ごはんはいつも以上に何もしなくていいものを買いました。じゃん、キーマカレー飯ですね。僕カレー飯の CM すごい好きだったんですけど、全然食べたことはなかったんでちょっと買ってみました。これを食べたいと思います。そろそろ5分経つんでね、食べていきましょうか。じゃあいただきます。気管に入った。
今日の紅茶はですね、じゃん、沖縄で買った紅茶なんですけど、蟹川ティー、蟹川紅茶ですね。なんていう紹介忘れましたけど、なんか金賞に何回も選ばれてる、すごい美味しい紅茶らしいです。まあ審査してもらったんですけど美味しかったです。じゃあこれをいただきたいと思います。綺麗な色ですね。いただきます。うん、すっきりしてる。うん、美味しい、美味しいです。すごく美味しいです。皆さんもぜひ沖縄に行った際は買ってみてください。撤収が終わりました。今ね、雪がちょっとパラパラと降ってきましたね。この辺は初雪じゃないでしょうかね。いや、ほんと今年は暖かいんでね。昨日の夜もそんなに寒くなく、まあリフレクターを作ったおかげもあると思うんですけどね。だいぶ暖かく暖取ることができましたね。楽しめました今回。今10時20分ですね。ここからゆっくり帰っていきたいなと思います。では今回は見てくださってありがとうございました。またどこかのキャンプ場からお届けします。